おはようございます。速稼塾のコブです。まあ今日もね、朝のテレビ番組を見て、まあ、非常に面白いなと思いながらね、感想を持ってるんですけども、今日ちょっと気になったのは新入社員研修、新人研修についてですよね。まあ、新人研修をしている風景を、まあ、撮影したりとかインタビューしたところを流していたんですけども、ここでは2つの事例が紹介されていました。1つはですね、新入社員に研修と称して道端で名刺交換をさせるっていう訓練なんですよ。で、もう一つが、サンドイッチマンって言って、ここにね、垂れ幕を、私は新人研修中ですっていうふうな垂れ幕をして、飛び込み営業を書店とかにするっていう例だったんですよね。まずは道端で名刺交換をすることについて、コメンテーターさんは、私だったら絶対嫌ですもんっていうふうに言ってたんですよ。そうなんですよね。だから私だったら絶対嫌だから、新入社員はみんな嫌いなはずだっていうふうな理論の推解なんですよね。これよく起きるんですよ。個人的にどう思うと、私はですね、その新入社員研修があることを承知でそこの会社に頑張って面接を受けて書類審査を受けて入社してるわけですから、その新入社員研修があることを認識して覚悟していってるんだから、私は文句がないんじゃないかなと思うんですよ。客観的に見てどうなのかっていう感情はね、感想はあると思いますけども、その新入社員さんがそれを承知で言ってるわけですから、まあ文句のつけようがないんじゃないかなと思うんですよね。そしてですね、この道端で名刺交換をするっていうのもよくあることだと私は思うんですよね。名刺交換するまでは知らなかった人でも、名刺交換することによって知り合いの窓口が開ける。これは別にランチ会でも異業種クール会でもダメな人はできないんですよ。道端で名刺を渡すときって、名刺を受け取ってもらえそうな人をきちんとねリサーチするっていう心得もありますし、どうやったらそれが見つかるかってことは先輩や上司が教えてくれるわけですから、そのための社員研修だというふうにね認識すればいいと思うんですよ。で、もう一つ、多くの方が多分、私はねこうじゃなかったのかなと思うことがあって、それはね、なんですかね、こう会社 入社研修ですかね、就職活動か、就職活動ってどう捉えてるかなってことなんですよ。私、就職活動っていうのは、入社する会社がどんな業務をしているのか、そしてどんな不満を先輩社員が持っているのか、新入社員研修は何をするのか、それから最初の1年目はどんなことをするのか、それによる待遇はどうなのかとか、5年目、10年目、15年目はどういうふうに自分の業務が変わっていくのだろうかとかね、そういうことをリサーチするのが就職活動だと思うんですよね。で、最終的に面接を受けたり筆記試験があったりっていうのがおまけでついてるだけであって、入社してからのことを考えて考えて検討して、場合によってはリクルーターといって、すでに入社している OB とかにね訪問していったりとか、個人的に、お茶飲み話を聞きながらとか、経営者の方にどうやったら私入社できますかっていうふうにね聞いてみたりとかするのが就職活動だと思うんですよ。で、多くの方は多分、新入社員研修で何をするのかすらわからない会社に飛び込んでいるから、こんなことが起きるんではないかなと思うんですよね。で、もう一つは飛び込み営業をこうやってするってことなんですけども、それが研修だったらやればいいと思うんですよね。で、それの研修が意にそぐわないんだったら、このね、サンドイッチマンする前に入社をやめますっていうふうに言えばいいと思うんですよ。いざ自分で OK して言っといて、文句を言う方はいないと思いますし、それをね、マスコミの方が見て、あの会社はどうなんかねって勝手な評価をすることではないと思うんですよね。はい、今日の動画のまとめなんですけども、結局は精神論、根性論をバカにして、もう効率化をね、押すようなコメントが多かったりするんですけども、効率的にできないから根性論なんですよ。だって最初から効率なんて分かんないですから、最初は数当たっていって、本当にこれネットビジネスでもそうなんですけども、とにかく量をやると、頑張ってやると、徹夜してやるっていうところからしかできないですよ。もちろん最初から効率的にできる人には効率的なやり方を教えますよ。でも効率的なやり方を教えたところでそれ使いこなせないんで、じゃあ根性でやるって話になるわけじゃないですか。だからね、賢ぼった人は言うんですよ。根性論の時代は終わったと、効率だよって。じゃあ、あなたは効率的にやってきてどんな人生開けたんですかってことなんですよ。大した人生開けてないでしょみたいなことをね思ってしまって、あ、私もちょっと言い過ぎたな、考え過ぎたなということでございました。今日のニュースは、新入社員研修、それはね、入社した社員さんがどう思うか、そしてどれを乗り越える価値があるのか、乗り越える価値がないのかってことは、それはご本人様が決めることであり、プラス入社前にそんな研修があることを当然知っていて、その会社の試験を受けてるわけですから、特に問題ないんじゃないかなと思うところでございました。どうなんですかね、新入社員研修の内容知らないのにそんな会社に入る人っているんですかね。そっちの方がなんか問題だと思いますけどね。では失礼します。